錬金術は物質を理解分解再構築する科学なり、されど万能の技にはあらず、無から有を生ずることあたわず、何かを得ようと欲すれば必ず同等の対価を支払うものなり、これすなわち錬金術の基本、同価交換なり。錬金術師に禁忌あり、そは人体錬成なり、これ何人も犯すことなかれ。